今回取り上げるやってはいけない箸使いは受け箸です。受け箸とは片手でお箸とお椀を持ち、おかわりをねだる行為を言います。とても美味しいお食事をいただいて、もっと召し上がる、そう声掛けをいただけたら嬉しくて、ついはいいただきますとお箸も持ったままにお椀を突き出してしまいたくなりますよね。その気持ちとてもよくわかります。でもその行為は、美味しいお食事を、命を、ご縁をもっと頂戴したいですという心も、美味しく調理をしてくださった方への尊敬と感謝の念も表現できていません。単なる腹満たしだと思われても仕方ないでしょう。まずはお箸とお椀を一旦戻し、そして両手を膝の上に置き、姿勢を整えて、いただきます、ぜひ頂戴したく存じますと口上を述べて、軽く礼をします。丁寧に両手でお椀を持ち上げて、胸元少し下に寄せたら目線のあたりまで持ち上げて、頂戴しますと口上を述べ、軽く礼をしてから、お相手にお椀を渡しし、おかわりをお願いするんです。あるいはもしもお相手がおかわり受けのお盆をお持ちくださった際には、丁寧に両手でお椀を持ち上げて、一度自らに引き寄せてからお盆の上に乗せ、そして両手を膝の上に戻しておき、頂戴します、ありがとうございます、いただきますと口上を述べ、軽く再び礼をいたします。もちろんお椀をお渡ししたら、おいしいお食事を待つ気持ちを満遍の笑みで伝えましょうね。いかがですか？自分がお料理を提供する立場だった時、このように心のこもった丁寧な所作でおかわりを望んでくれたら、とても嬉しくなりますよね。整った所作は自分だけではなく、お相手の心にもぬくもりを与えます。ぜひ実践してみてくださいね。